ラーンナーは、ラーンナー王朝、もしくはその支配領域であった、ラーンナー地域を指す。また、これらの地域で育まれた文化を、ラーンナー文化という。また、チェンマイ王朝とも言う。元の作法を受けた際は、800余目国と呼ばれた。ラーンナー内市、ラーンナー地域と称する場合、多くの場合は、台北部のチェンマイ県、チェンライ県、ラムプー県、ラムパン県、ナーン県、 パヤオ県、プレイ県、名本総音県などの領域を指している。抗議のランナー地域は、競技のランナー地域に加え、南は、ターク県、バーンターク郡北部まで、西は、サルウイン川東岸地域まで、東は、メコン川西岸地域すなわち、ラオス領のサイヤブーリー県、北は、ミャンマー領のシャンシューあるいは、中華人民共和国領のシーサンパンナ、 対族自治州まで拡大して解釈される。現在、日本語では、ランナーと表記するが、かつてはタイ語で、ランナーを、と表記するか、と表記するかという表記の揺れをめぐって論争があった。100万の他表記は、16世紀頃の碑文に見られる、ものであるが、この時代の文字表記はそれほど厳密なものではなかった、ため、この表記が、必ずしも、正しいとは言えない。ただ、 ナーン県などを中心とする地域から発見された古文書群によれば、ラーンナーはパーリ語由来の国語をと読むを有していたと記されており、この国語は100万の他の町という意味がある。この古文書群に従えば100万の他表記が正しいとも推測できる。一方で、多くの他表記は着利用朝初期に現れ始め、その後20世紀には多くルフ氏、 学術書などにも見られるようになった。1967年以降は研究者たちによって明確な根拠なく100万の多表記が推奨されていた。1980年に大北部古文書などの研究者として知られるハンスペントが1553年に遅延来で作成された遅延サー秘文について調べ上げ考察を発表した。この碑文における 100万の多表記の存在が決定的となって、100万の多表記が学会の定説となった。1983年、チエンマイのマンラーイ、スコータイのラームカムヘーン、パヤオのガムムアンの大族三王が集まり同盟したことを記念するための歴史書の編纂を、チエンマイ県から命じられた地元の郷土史、研究家グループは、100万の多表記を採用した。 ラーンナー隊という言葉を用いた。これにより、ラーンナー隊王朝とも呼ばれる。1987年、歴史学者のプラスウトナナコーンは、ラーンナーの、ラーンと、ラーンチャーンの、ラーンとが並行するものであるという説を発表し、広く受け入れられた。マンラー位によって1292年に成立したと、される。時代や、統治形態などにもよるが、とは、 現在の遅延前としていた。マンラー委朝出身の王により代々統治がなされ、南方のスコータイ王朝やアユタヤ王朝などとは全く別の覇権を築き上げた。しかし、1558年以降ビルマの支配下に入り、徐々にビルマの一部と化したが18世紀以降、ハンビルマ運動が盛んになり、1774年に、 南方シャム王のタークシンに寝返り、その後もチャクリー王朝の朝廷国となった。その後、チャクリー改革により、中央集権化が図られるまで、チェットトン王家率いるチエンマイ、ラムプーン、ラムパーン、南王国、プレイ王国が、反独立を維持し続けた。チエンセーンから見るメコンダは1261年に、軍ンヤン王国の君主となったマンダーイは、 国区川周辺の4地域にある諸都市を同盟あるいは攻撃し、自らの支配下に置き領土を広げた。一方で、モンゴル帝国の雲南への侵入に悩んでいたマンラーイは1262年にチエンラーイに戦とした。1292年、マンラーイは南シナ海への貿易航路開拓のため、チャオプラや川上流のピン川にあった。 ハリプンチャイ王国を攻撃し、モン族を壊滅させた。一方、侵略したユアン族に文化的に進んでいたモン族から多大な文化的影響を受け、建築、ラーンナータム文字、仏教などに見られるような独特のラーンナー文化の源流となった。黎明基地園前にあるピン川1294年、マンラーイはピン川上流のウィエンクムカーム2000と、 その後1296年に遅延前に戦とした。一般に、これが、ラーンナ王朝の成立と考えられている。その後の晩年のマンラーイは元からの侵攻を防ぐため、シャン族に援軍を送っているが、1311年、マンラーイの死んだ頃に、元の朝皇国となっている。1325年に王位についた、西園風は、 遅延線を建設し北方諸都市の防衛拠点を築いた。また、1334年に王位についたカムフーはパヤ王国に侵攻し、プレイ王国を占領しようとしたが失敗した。その次1336年に王位についたパーユーは歴代の王として、初めて仏教を積極的に保護した王として知られる。繁栄義はとチェディールワン仏塔 繁栄期に建設された仏教施設の一つ。1545年の地震で崩壊したラーンナーが大きな繁栄を見せたのは、クーナー王の代からでラーマン派と呼ばれる仏教を保護し、スコータイからスマナー長老を招き、ワットスワンドークを建設して仏教の一大中心地を作り上げた。その後、サームファイケーン王の代には、 長きにわたり滞っていたランナーの長考に対して侵攻してきた陳法族を追い返し民の支配下から独立した。ティローカラート王はランナー王朝における絶頂期の王として知られる。ティローカラートは即位から10年間は当時独自の王国を築いていたナーンプレイをハントに加え国力を増強した。その後、南進をおすすめ読む川上流のピチットを ティローから後に基準したピッサヌロークの国主プライヤー、ピッサヌロークと共に攻め入った。1460年にスコータイの支配下にあったチャリエンがランナーに基準すると、今度はピッサヌロークとカムペーンペットを攻撃したが失敗。しかし当時、ランナーの南に台頭してきたアユタヤの王トライローカナートは、この侵攻にこらえきれず北進を開始し、 必殺の6 2クに戦とする一方、膠着していた戦いを収め、ランナーと表面上は友好関係を結んだ。結局、ランナーとアユタヤの対立は1474年まで続いた。この両国の戦いは、同時代のアユタヤ人に影響を与え、この戦争の様子を描いた文学作品、リリット・イ・ワンパーイ・イを生み出した。 1480年、アトレアサダイベトのレタイントンがラーンサーン王国に侵攻し、国王を殺した。ティローカラーとは、この時にラーンナーへ逃げてきたラーンサーンの王子パヤー、サイカー王を保護し、これを追って、ラーンナーへ侵攻してきたレタイントンを撃退した。この後、パヤーサイカー王は、ラーンサーンの王位につき、ラーンナーと強力な友好関係を結ぶ。また、 この戦いに勝利したことにより、ティローカラートは民から報酬を受け取っている。このほか、ティローカラートは国内の仏教保護に努め、シーホン派と呼ばれるスリランカ式の仏教を導入し、ワットパーデーンと呼ばれる寺院を建設した。シーホンの僧たちはパーリゴの学習を強調し、ラーマンの僧たちもこれに応じる形で国内にパーリゴブームが巻き起こり、 1477年には、ワット・ポータラームで8回結集が行われ、トリピタカの編纂が行われた。この時に編纂された、トリピタカは、ランナーのいくつかの葉において、基本経典となった。これらのランナー文化の繁栄は、KOO まで続くことになる。KO はワット・プッタラーム及びワット・シースパンを建設。毎年ワット・ハリプンチャイに記者するなど、極めて勢力的であった。 このため、多くの仏像学者が誕生し、仏教を中心とした文学、歴史、天文学などが花開いた。一方、1523年から崩御するまで、慶応は、ケントゥンに出兵し敗北。多くの権力者や兵士らを失った。このような人材と、人口の減少は国内を大きく疲弊させ、ランナーの衰退の一員を作った。 衰退期衰退期のランナーにおいては、国王の意向も衰退し、対等してきた管理ラによる政治が行われた。1525年のケイトクラオの即位は管理ラの使命によるものである。ケイトクラオはそれまで無安能意という一地方の国主であり、遅延前に政治基盤を持たなかったゆえに脆弱であった。1535年にラムプーの国主によるクーデタが起きる。 これは、失敗に終わるが、1538年管理らによって、ケイトクラオは、王位を散脱され、ケイトクラオの子、チャーイが管理らに擁立された。しかし5年間の統治の後チャーイも暗殺され、再び、ケイトクラオが擁立されるが、これも2年後に暗殺される。その後管理らにより、誰を国王に擁立するかで一文弱あったが、 結局、ラーンサーン王国からケイト・クラオの王位にあたる、セーター・ティラートを招くことで決着し、セーター・ティラートがルアン・パバーンから、チエン・マイに到着するまでの間、セーター・ティラートの祖母、チラ・プラパーが、代理で統治した。1546年、セーター・ティラートは、ラーン・ナーの王位につくが、2年後に、ラーン・サーン王の父、ポーティサラが死ぬと、ルアン・パバーンに帰った。このため、 ランナーをチラプラバーが再び代理で統治したが、王位が空位になり王位に混乱をきたした。1551年にメクティが王位につくが、1558年東方への領土拡大を狙ったタウング王朝のバインラウンの侵攻にあい、その支配下に入り、独立国としてのランナー王朝は終わりを告げた。その後、マンラーイ王家は、 遅延前の土地を引き続き認められるが、1564年から1578年まで、ウィスティテウィー女王が君主として遅延前を統治した。前期1558年以降の占領において、バインナウンの統治方法は、必ずしも軍事力だけにものを言わせた、強権的な政治ではなかった。基準した国主には、基本的に今までと同じ統治を認め、また、メク王もとして、 引き続き統治を許された。バインナウンは、チエンマ前を、ラアンナー諸都市の支配の中心と位置づけ、多くのビルマ兵を、チエンマ前に配備した。また、旧ラアンナーの大族の諸都市の国士も引き続き、バインナウンの下で統治を認められるが、一方で兆候を怠ったり、命令を遂行できなかった場合、重い刑罰が課された。また、と遅延前には、ビルマ兵が置かれ、 常時厳重な監視下にあったが、旧ラアンナーの諸都市ではそれほど影響力はなかった。このような中、ランナーに基準していた、諸都市は、ランナーの権威失意も手伝い、離反の様相を見せるようになる。1578年、マンラー・アイオーケの女王、ウィスティ・テーウィが崩御して、マンラー・アイオーケは終わりを告げた後、ビルマ人ローヤター民ーが、チーマイの国主に任命された。 すると、遅延生を中心とする、四地域では、アユタヤ王朝に擁立されたパイアーラームデイ朝王が即位し、ラーンナーは分裂した。1607年には、朝威が遅延前の王に擁立されるが、チャイティップとその取り巻きによるクーデターが、その2年後に起こり、遅延前は混乱した。このため、ビルマ王のアナウペルーンが、1614年混乱収集の、 ため、チエンマイに進仰しナーンの国主、パヤポンスークサイを、チエンマイの国主に任命した。さらに分裂していたチエンセーンを支配下に置き、チエンセーンは、ラーンナーの北方諸都市の支配の中心として、ビルマに任命された国主を置いた。しかし、パヤポンスークサイはビルマから離反し、チエンマイを独立させようともくろんだ。1631年、アナウペルンの弟サールンは、 この反乱を打ちにあつ、遅延前の実質的支配に当たった。サールの下と、遅延前は行政改革を行う。遅延前の国主としての複合制度を廃止、代わりに、町を置いた。また、国主の裁判権を廃止し、数密院や新たな裁判制度を設け、数密院による町の任命を行った。これにより、遅延前国主の地位は低下した。また、 農民の移動を禁止し、各都市ごとに1000人の兵力を常時中屯させた。これらのサールンの改革により、ラーナー地域の混乱が収まった。後期1650年から1663年まで、チーム前の国主であった政務案は、アユタヤに、ビルマに対する戦争を起こすための援軍を求めた。1660年頃、これに応じる形で、アユタヤ王のナーラーイが、 チエンマイに軍を送ったが、その頃までに状況は変化し、ビルマの報復を恐れた。チエンマイは、アユタヤに反旗を翻した。この頃から、ラーナーは、ビルマの属国というよりもむしろ、ビルマの一部とみなされるまでになっていた。ビルマが、コンバウン王朝に交代するとラーナーはに分割され、1701年、チエンマイを中心とするタ地域と、チエン声を中心とする。 北方地域に分割された。一方で、ラーンナーはビルマとそれぞれの国の重税により疲弊するようになり、徐々に行き詰まりを見せ始めた。1732年、ワットナーヤーンのトンブンと呼ばれる層とその集団が、呪術を用いることで疲弊していた農民の支持を集め始め、ついに集団で現続し武装を放棄した。結局、この反乱は鎮圧されるがこれを機に、 ラーナーは、再び混乱する。これに対し、ビルマの新病神は1763年、チエンマイ討伐に出る。この後、チエンマイの統治はビルマ語で、ポーと呼ばれる将軍が統治することになった。ビルマ占領下最後のチエンマイの国主ポーマーユグアンは、ノーイプロームやチャーバーンの反乱を抑え込む。しかし、ビルマは、清との戦いに疲弊しており、 南に新しくできたトンブリー王朝の火星もあり1774年、ついに、チエンマイを失う。パヤーチャーバーンは、チエンマイの国主に任命され、後にチエンマイの王となるカービラは、ラムパーンの国主となった。チャーバーンチャーバーンは、戦だって1771年、ビルマに戦争を仕掛けるが、手勢は300人程度で、ほとんど武装していない右合の州であり、大勢に、 不税で子が戦死するなどして負けた。この頃のランナーは、タークシン派とビルマ派に分離しており、互いにしのぎを削っていた。この後、領内のカーウィラと共にトンブリーまで行き、タークシンに加勢させ、1774年ついにチエンマイを陥落させた。この後、チャーバーンはワット・プラターとハリ・ブンジャイで正式に、チエンマイの王位につき、トンブリー王朝の長公国となった。 この際、カーウィラは、タークシンに命を捧げ、また妹を、チャオプラヤスーらしいと結婚させ、トンブリーナイシチャクリー王朝との連帯関係を築いていた。この頃の遅延前は混乱と度重なる戦争で、廃墟と化しており、深刻な食糧不足に見舞われた。このため、チャーバーンは仕方なく1776年、ラムパーン2 0とするが、1779年、 タークシン王の怒りを買って牢獄に入れられ死亡した。あと、タークシンの乱心があらわになると、ラーマ一世が即位し、チエンマイ王には、カーヴィーラが指名された。ジェットトン朝チエンマイの王となったカーヴィーラは、チエンマイが廃墟と化していたため、もっぱら、ラムパーンに住み続け、減りに減った人口の回復に没頭した。一方、未だビルマの影響下にあったチエンセーンや、 ケントゥンを攻撃し逃げてきた人々を保護する、あるいは強制移住させる方法で、1813年までに、ランナー北部の諸都市はほとんど廃墟とした。このような方法で人口を増やす方法は、カーウィラだけでなく、後に続く王たちも言った。1796年、カーウィラは、チエマイを再建、マンラー・イアサにおける古い儀式を復活し、レガリアを定め、 仏教を保護し、寺院を建て自らの威信を高めた。またカーウィラは、1805年にラムプーンを再建し、チエンマイ、ラムパーン、ラムプーンの国主の座を自分の兄弟たちで独占した。これによりカーウィラのチェットトン王家は、ラーナーにおける最も有力な家、王朝を築いた。その後、チェットトン王家による、チエンマイの支配は、9代続き、8代目の インタビュージャヤーノンの第二、モントンパヤップが成立、ジェットトンケによる先制支配は終了し、実質チャクリー王朝の支配下に入り、イオナワラットを最後に、ラーナ王朝は終わりを告げた。マンラーイ朝の下では、マンラーイ法典と呼ばれる法典が重きをなし、国の基本法典とされ、これにより、統治、刑罰、取引などが行われた。首都は、ンマイで、 ラムプーンは、遅延前の衛星都市であった。チエンラー岩福都で、いわゆる福王が治める町であり、その他少数の王族により治められる都市が定められていた。それ以外のムアンプラテサラートと呼ばれる都市の長は、遅延前の王による任命であった。任命された国主は、国王から給与は与えられず、自らの領有するムアンにおける税収から管理を養い、 支援前に調校する運命であった。一つの無案にはパンナーと呼ばれる行政区分が置かれた。パンナーごとに国王への納税の負担が割り当てられた。パンナーの数によって無案の規模が決まった。例えばチェンラーイなどは32のパンナーがあり、パヤオは36のパンナーがあり、これらの都市は比較的大きい都市であった。パンナーの長は ムーンの称号が授けられた。その下に、ムーンナー、ラームナー、パンナーラン、セインナーの称号を与えられた管理らが働いていた。またパンナーの下にはパークナーと呼ばれる村落の連合体があった。パークナーにはパンという称号を有した蝶が置かれ、その下にパークと呼ばれる管理らがいた。一番階を構成する行政区分が村で、その蝶はケーバーンと呼ばれた。 これらに住む下級の人民は、カーと呼ばれる奴隷と、プライと呼ばれる平民からなっていたが、両方とも国主の有するものと考えられていた。またこれらの領土や人民は、国王の許可なく、寺院に寄付することができた。このように、各無案ごとに自主性が高く、ランナー全体の統一性に書いていた。このため、国王は国主を罷免したり、処刑したりすることもあった。また、 文学や宗教を用いマンナー愛王家の威厳を高めた。例えば、マンナー愛の教えは、王族でなくば、王位を望むな。貴族でなければ、神を望むなという教えを説いている。また、寺院への寄進はしばし、国王の威厳や正当性を主張する手段として、用いられた。また、ラーナーでは、同じ大族のアユタヤ王朝と異なり、ラーチャーサップと呼ばれる。 複雑な絶対敬語を生み出さなかった。これには、ラーンナー王朝が、クメール王朝の影響を受けなかったこと、それがゆえに、ヒンドゥー式の階級構造が発生しなかった。そして、国王の名前などに、ヒンドゥー教の神の名が現れておらず、国王が現人心とみなされることがなかったためであると、言える。また、ラーンナー社会の規模の小ささなども挙げられる。国王に対しては、 通常の敬語を用いられることが一般的であった。ただ、仏教の守護者としての不法王の概念はあり、これは前述したように仏教の威厳を公用するために用いられた。また、国王の世襲方法は明確に決まっておらず、実力や権力、管理ら支持者の数で決まるものであった。特に、ランナーはどこにおいても人口不足気味であり、マンナー違法点は、 人民が土地を捨てて逃げ出すことを固く禁じた。人民は一年に月1ヶ月から4ヶ月の間政府の下で働いた。しかし人口が極端に不足していたため、統治者側にも人民が逃げ出さないようにするための心配りが求められた。それでも戦時などは兵役における規則、罰則の重さを避けるため土くさに紛れて逃げ出す者も,も少なからずいた。また、 ムアンの中心には税収を増やすための市場が置かれ、他のムアンとの交易が行われた。特に管理らがこれらの商売に参加することがあった。また、樹脂、蜜、造毛、蔡の角、カテキュ、ス球、素王、鹿の角や、比較などの真理に由来の製品は、潜培品とされ、人民から何らかの形で信条され、主にアユタヤに輸出していた。これらの潜培品や禁止物以外は、 自由に交易が許されていたと推測されている。これに対し国王は適切な取引価格を守ることを求めるのみにとどまった。ビルマの占領により、ラーナーは南方のチェーンマイイカンクと北方のチェーンセーンカンクに分けられた。これらのカンクの首都であるチェーンマイ、チェーンセーンには、妙運と呼ばれる総督が置かれ、首都家が軍事面での妙運の補佐役として置かれた。そして、 首都の農作地は、ナーサーイ、ナーグワーの二つに分けられ、その下でパンナーを管理する形で運営がされた。また、国王の秘密の観察官も派遣されている。革命案における長はパヤーあるいはチャオファーが派遣されたが、妙運や首都家に比べれば、限られた権力しか持っていなかった。一方、復興されたラーナー王朝は、チャクリー王朝の属国であり、 超広告であった。特に森林由来の製品に関して超広が義務、付けられていたものの、ジェットトン朝は一つの王国であり、内政面では大きく干渉されることはなかった。また超広告は、ランナーに限らず、どこの王朝にも義務付けられており、必要に応じて、着リー王朝に軍隊を提供する義務を負った。ランナーは、農業を中心とする国家であった。 建前上の話としては、ランナーの国土は国王のもので、人民は国王の労働力であり、それをサックディナー制のもと管理することとなっていた。しかし、国王一人ではとても管理できないがために、管理や寺院に領地と人民を渡し、納めさせていたということが前提条件であった。国土は肥沃で、ほとんどの地域で自給自作が可能であり、 村だけで社会が成立できたとも言える。このような村社会は、メコン川やその支流、ヨム川、ピン川から工作のための考え運河を掘り、他を耕しており、その生産余剰の多さは、雲南の法族におおよそ540トンもの米を調工していた事実からも伺い知ることができる。一方、国王自身も田畑を有しており、徴用で集められた人民を使い、働かせていた。 もっとも、建前上の話で言えば、すべてが国王の土地であり、他者に貸しているだけであるため、強制的に取り返すこともできた。ただ、人民にもある程度の土地の権利は保障されており、また、開墾も奨励され、開墾から3年間は免税された。商業もまた盛んであった。遅延前の商人は遠くはパガンまで行ったという記録も残っている。また、遅延前は、 宝族、ビルマ人、シャン人などが訪れ、貿易の中心地であった。また、チエンマイが面するピン側は、チャオプラヤー側に通じており、アユタヤとの貿易の中心地であった。アユタヤとは前述した、樹脂、蜜、増毛、サイの角、カテキュ、スウシウ、ノの角や、比較などの森林由来の製品は、アユタヤへの最重要輸出品目であった。アユタヤには、 チーン前からの森林製品を保管する倉庫があった。特に密については記録が残っており、ムーンセイナムプンと呼ばれる官僚の役職が設けられ、厳重に管理されていたことが分かっており、他の品目に関しても同様であったと推測される。この貿易により、ランナーは大きな富を蓄えた。ランナーは周囲のほとんどが大族に囲まれており、大まかに北方系の大族と、 南方系の大族との交流が外交の中心となった。無論、元や民の徴工国であったことも特筆すべき事項である。北方の大族とはむね、同じ宗教、似た、言語、文化を有しており、極めて良好な関係にあったと言える。遅延論ルンは、ラーンナーの都が遅延政務にあった時代には、メコン川で繋がっており、極めて良好な関係を保っていた。 マンラーイが死に元への兆候が始まると、両者の関係は密接になり、記録によれば、セーンムアンマーの妻にチエンルン出身者がいたことがわかっている。また、セーンムアンマーは、仏教を広め、ラーンナータム文字を広め、タイルー文字を生み出す基礎を作ったと言える。この間にあった、ケントゥンは、マンラーイの代に、元からの信仰を避けるために建てられた、要塞都市で、兆候後は、 ウ南ナンとランナーをつなぐ交通の要所になった。西にあるムアンナーイはマンラーイがこのクルアを送り統治させた地域でクルアが現地の山賊からナーイと呼ばれていたことからムアンナーイと呼ばれるようになった。これらの地域はランナーの超広国であったがランナーが衰退期に入り国力が衰えると遅延前に攻め入ったりもしている。東方のラーを人とは 極めて密接な関係にあり、そのラーンサーン王国とは親密であった。ダイベトの侵攻に対してティローカラートは援軍を送って撃退しているし、ラーンサーンの王子、セーターティラートは、ラーンナーの管理らの招きでラーンナーの王位に、上っている。何年代記によれば、スコータイ王国とも、ラーンナー、ラーンサーンは共に親密な関係を築いていたとしている。 ラーナーが復興されると、今度はこれら北方の町はビルマ側の町となり、必ずしも友好的な存在とは言えなくなる。チャクリー王朝はラーナー王朝に対しチェンルーン、ケントン方面への出兵を命じたことがある。1849から1850年、ラーナーはチェンルーンの内乱に常時出兵しており、また、ラーマ4世もビルマが、 大英帝国相手に疲弊してきた1852年、ウォンサーテラーとサニット新王を差し向け侵攻している。さらに、戦況が好ましくないので1854年にさらに、チャオプラやアシースリアウォンをして援軍に向かわせている。これらの侵攻は、いずれも地元の大族の管理や、国王などが要請したものであったが、地元の軍隊の協力が得られず結局は、失敗に終わる。 これら北方に対する領土拡大は、ラーンナーだけでなく、チャクリー王朝にとっても悲願であったと言える。ラーマ5世は1884年のいわゆるチャクリー改革により、ラーンナーにモントンを設置するが、この頃ガンリは、チェンルンをタイのハントに組み入れようとしていた。しかし、1885年大英帝国がビルマへの侵攻を完了すると大国を相手に回すことへの、 中朝からシャン族やタイルー族への領土拡大はお蔵入りとなる。南方のタイ族国家、スコータイ、アユタヤなどとラーンナーは微妙な関係にあった。三者ともピンカは、さらに下流のチャオプライアー側でつながっており、貿易では密接な関係にあったと言える。スコータイは、ラームカムヘインダ大王の時代、ラーンナーと対等な関係を結ぶまでに成長していたが、 新興国家であったアユタヤや北で勢力を拡大していたラーンナーの間で相対的に地位が低くなっていった。また、ティローカラー等の時代にはアユタヤとラーンナーは旧ス交代の領土をめぐってしのぎを削った。復興後のラーンナーではチャクリー王朝の時代となりラーンナーはビルマとの軍事的な干渉地帯となった。またラーンナーは チャクリー王朝の徴降国となる。記録によって年代に差があるため、広く認められているサラッサワディ博士が各種資料を批判したものを用いた。年代は、遅延枚年代期による。遅延枚年代期、洋ノック年代期、公文書などによる。年代に空きがあるのは、中央政府の承認まで時間がかかったため。なお、 ケイオナワラットの子が死んだためジェットトン家は断絶したが、ナチエンマイ家はチエンマイの名家として、断景で現存する。プラヤープラチャーキットコーラチャックが1899年、ヨーノック年代記を編集し、出版したのが始まりとされる。チエンマイ大学では1964年の解説時から地域史としてこのヨーノック年代記をテキストに、ラーナー氏の教育、 研究を行った。後、1970年代から加速度的に研究が進んだ。また、ラーンナー史を教える大学もチェーンマイ大学だけでなく、チェ米ンマイ市藩大学、パーヤップ大学などが存在する。ただ、未批判であったり一時資料もあり、考古学的調査も未完とも言える。ラーンナー王朝が展開した地域は、雲南、ミャンマー。 ラオスなど多くの国にまたがっており、政治的、言語的な理由などから、これらの地域すべての地域の文献、考古学資料を網羅するのは難しい。また、大国内にも未発見の数の資料が人員などに人知れず、眠っているとも考えられている。ありがとうございます。